守り？忘れ物はないですか？私は大丈夫ですけど、おじちゃん、今日こそハンカチ持ってきてますよね？オーミスティック！今日も忘れてしまいました。まったく、仕方ないおじちゃんですね。私、今日も一枚余計に持ってきてますから、使ってください。 Thank you, マモーリー。まさに三次元に舞い降りた天使です。天使なんて大げさです。マモリちゃん、そろそろスタジオに行く時間でしょ。アヤハが待ってるわよ。あ、そうでした。ほら、イツキ君もお見送り。いってらっしゃい。仕事頑張って。はい、頑張ります。それじゃあ行ってきますね。またマモリちゃんのハンカチ借りたの？またとか言うな。知ってる？いつきくん、バリーってばマモリちゃんにハンカチ借りたくてわざとハンカチ持ってきてないのよ。な、何が悪いです？私は源マモリ非公式施設応援団の会員第1号ですよ。いや、応援団関係ないんじゃ。汚れを知らないピュア、守ってあげたくなるプリティ、万人を癒す笑顔のチャフォ。源守りという奇跡の少女が汚れてしまわないよう守るのが非公式施設応援団の役目なのです。いつきくんはレンチン、レンチンアイドル守り知ってる？あ、はい、名前だけですけど。守りが出てる番組ですよね。うん、そう。レンチン、視聴率がすごく良くてね。守りのおかげです。守りはアイドル子役として人気急上昇中なのですよ。と、まあ、こういうファンが増えてるのよ。で、どうにかしてこの人気を歌の方につなげたいんだけど。そういえば守り、たくさん歌の仕事できるようになりたいって言ってましたね。素直で何にでも一生懸命だし、今の仕事も楽しんではいるみたいだけど、本当はもっと歌の仕事をあげたいのよね。タレントとしての彼女も可愛いですが、守りは本当に歌うことが大好き。早く歌手として輝く姿が見たいです。だから非公式施設応援団長として何か守りのためにできることを探します。バリー、守りちゃんのことになるとさらにヤバい感じよね。そうですね。有名ミュージシャンだった頃の面影ゼロ。昔はミラージュマスターでもあったのにね。え、ミラージュマスター？ええ。でも彼はかつて強力な敵と戦ってその力を使い果たしてしまった。その時に彼のミラージュも消えてしまったの。そのことに責任を感じたバリーは塞ぎ込むようになって音楽業界から姿を消したの。その後いろいろあって結局今はトレーナーをしてる。人に歴史ありですね。あの、この事務所にいるってことはもしかして守りもマスターなんですか？守りちゃんはマスターじゃないわよ。マスター候補ではあるけどね。候補？それじゃあ守りもミラージュの事件のこと知ってるんですか？うん、まだ何も教えてないわ。素質はあるけど、あんな小さな子を戦いに巻き込んでいいものか、まだ迷っててね。
だけど樹君、もしもの時はあの子のことよろしくね。わかりました。と、私も出かける時間だわ。それじゃあね、樹君。そういえば翼、聞いた？あたしたちの出てたナンノ、なかなか好評らしいわよ。どうしよう、いろんな人に見られてると思ったらドキドキしてきちゃったよ。そんなことでビビってどうするのよ。芸能人なんだから見られてなんぼでしょ。守りちゃん？いきなりどうしたっていうのよ。生放送です、特番なんです。実はずっと憧れてたうたたまって番組に出られることになったんです。うたたま？震え火曜魂の略でうたたまです。大東テレビで放送されている歌謡曲メインの1時間番組なんですけど、今度特番で2時間の生放送をやるんです。うたたまはすごいんですよ。私の大好きな歌手さんはみんな出てるんです。つまり守りが大好きな歌番組の生放送に出れるってこと？はい、バリーおじちゃんが番組作ってる人に推薦してくれたんです。マリーさんは？番組の人が友達だって言ってました。お友達さんはレンチンアイドルマモリンも見てくれてるみたいなんです。そんなすごい番組に出れるのか、よかったねマモリ。はい、とっても嬉しいです。これからリハーサルなので頑張ります。行ってきます。早く始まらないかな。守りちゃん、緊張してないといいんだけど。バリーも付き添ってるし大丈夫よ。リラックスして番組を楽しんでると思うわ。それはそれとして、いつきくん。はい。実はこの前の堀野沢信の事件で一つ分かったことがあるの。ノブの性格が変わったのはダイバーテレビのポスター撮影の仕事を受けた前後らしいわ。ダイバーテレビ、私がオーディションを受けた場所ですね。ダイバーテレビがどっちにも関係してる。翼のオーディションに堀野沢さんが一件、少し気になる。もしかしてダイバーテレビに何かあるのかな。そうね、ダイバーテレビの内部に黒幕がいる可能性は高いと思うわ。キリアもそう思うか。決め打ちしちゃうのはちょっと怖いんだけど、他に突破口がないのも事実だものね。決め打ちは怖いんですか？テレビ局なんて出入りする人が多いから。ああ、確かにそうですね。ま、そうは言ってもようやく買えた宝くじよ。何としても当たりを出して状況を一変させてやるわ。さてと、守りちゃんの放送までまだ時間あるし、ちょっと出てくるわね。
へえ。ここか。え、剣。どうしてあなたが。いないか。チキはどこだ。チキ。あ、いや、チキってウタロイドの。ウタロイドのチキではない。ミラージュのチキだ。お前たちフォルトナがかくまっていることは分かっている。チキに何の用だ。知る必要は、いや、話してもお前たちには理解できん。そして無能の理解を待つほど俺は暇ではない。大切な仲間を目的も分からない人間に合わせるわけにはいかない。仲間か。くだらんな。チキを渡せ。俺の要求はそれだけだ。その要求は飲めない。そうか。ならばこれ以上の会話は無用だ。そこか。待て。どこにいる。出てきてくれ。チキに何をする気だ。邪魔をするな。俺にはお前たちの仲間ごっこに割く時間は1分1秒たりともない。これ以上お前たちが俺の目的を阻むなら容赦せん。カルネージフォーム。俺の剣で見せてやる。鶴にもミラージュマスターだったのか。通してやるぞ。そうはさせない。この戦い絶対負けられないよ。失敗しないといいな。ここからが本番だよ。ゲイン。ついてきて。決まった。多少はできるようだ。だ、俺の相手ではない。潰すわよ、キリア。キリアの重さ、思い知りなさい。どうかしら。凍えなさい。イツキ、必ず奴らを止めるぞ。了解。遅い。いいね。はぁ。え、俺。ごめん、みんな。まだ力の差がわからないのか。おとなしくチキを出せ。大丈夫か、みんな。なんとか。黒のキリアがいて、この程度か。私を知ってるの。剣社だ。わからないのか。5年前のあの時、お前は俺と会っている。ごめんなさい。
何も覚えてないの。やめるんだ剣、チキが怖がってる。お兄ちゃん、チキは本当に記憶を失っているんだな。ああ。そうか。ならば意味がない。意味がないって。あの人、私のこと知ってるみたいだった。私はあの人のこと知らないのに。剣はチキとはどういう関係だったんだろう。彼も5年前のこけら落とし事件の関係者よ。詳しいことはわからないけれど。え？公演の最中に消えた剣近臣は彼の父親。八代はあの事件に囚われ、今も一人で戦っているのね。これが覚悟の差だっていうの。不甲斐ない。私は八代と五分にやれるつもりでいた。なのに手も足も出なかった。私がもっと強ければ。次は勝てるように俺たちのやり方でみんなで強くなるしかないです、キリアさん。そうね、落ち込んでいても仕方ないわね。みんなここにいたのね。大変なのよ。うたたまのスタジオがミラージュに襲撃されてるのよ。マジかよ。おい、いつき、事務所に戻ろう。もうネット上でもこの異様な放送は話題になり始めてるわ。うたたまの放送局は大東テレビね。ダイバーテレビ以外でもミラージュ絡みの事件が起きたんですね。ええ、残念だけど黒幕の正体をダイバーテレビに限定して考えるのは得策じゃなさそうね。あれ、あそこでギター弾いてる人ってバリーさんなんじゃ。ああ、間違いない。バリーさんマスターじゃねえからミラージュに抵抗できなくて操られてるのかもしれねえな。まずいことになった。待てよ、ということは守りも危険ね。あの子も今うたたまのスタジオにいるはず。守りとバリーさんが心配だ。テレビ局に行こう。あ、そうだな。私も行くわ。エリも。私もマスターなんだし当然でしょ。そういえばマスターだったっけ。な、何よそれ、忘れてたの。いい、守りは同じ事務所の仲間だからね。仲間がピンチに陥ってたら大統領を殴ってでも助けに行くのがハリウッド的よ。ま、今日は私とビオールのハリウッド的救出見せてあげるわ。期待してるよ。いざ大東テレビへ、守りを助けに行くわよ。
守り。あ、五木さん。よかった。無事だったのね。はい。大きくて黒いお化けみたいなのに襲われた時、バリーおじちゃんがかばってくれて。バリーは？あっちに。おじちゃんを助けに行くんですよね。私も行っちゃダメですか？先に事務所に帰って待ってて。絶対にバリーさんと一緒に戻るから。